たらファイルをメイン、テーブ完了ってなってる。195になったね。あー、これ、ボーナス、どうだろう、ボーナス、満額乗ったのか ?130、60、あ、乗ってるね、65だね。で、サドルは、あ、そうか、シャドウメインタイプか。天然のやつがついてる。やったね。いや、なんか、ありがとうございます。なんか、うまくいったわ。で、ちょっと待ってくださいね。これね、再現性がないとあれなんで、この子は一旦、OK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 。あー、なるほどな。あのね、ちょっと、さすがに、このままじゃよくわかんなかったから、もう一回、間髪入れずにすぐ行きましょう、もう一回。レベルもいくつでもいい。あのね、コントロール右クリックの仕組みがわかった。あのですね、多分なんだけど、攻撃して、相手のところになんかね、あの、バーが出るんですよ。ステータスバーがね。20はちょっとよ、あ、これやられちゃうな。この子やられちゃうな。そう。でさ、その相手のところに出た、あのなんか、ステータスのあのゲージが出たときに、あれがね、溜まれば溜まるほど、その後、コントロール右クリックで、コントロール右クリックで、その相手に溜まった、まあ、その炎ダメージみたいなやつを、なんか吸い取るみたいなイメージかな。多分ね。だから、左クリックで通常攻撃で相手に炎ダメージを入れて、炎ダメージを蓄積させていく。で、その溜まった分を、はい、それ返して、みたいな感じで吸い取るっていう風ですかね。で、その吸い取った時に、テイムゲージがぐんと進んでた。っていう理解で多分いいんじゃないかなと思ってるんですが。レベル25はちょっと低いけど、でもやってみるか。うん、多分そうだと思う。で、ちょっとまた、こう、怖いからね、さすがに。まだね、まだ慣れてるとは言えないから、ちょっともう一回向こう連れていこう。で、最後、テーム完了の場面だったんだけど、あのね、なんかね、コントロール、レフトコントロールプラス左クリックっていう風だったね。っていうことはさ、これさ、パイロメイン、何キブルとかも何もいらないし、あとサドルもいらないじゃん。ってことはさ、これさ、序盤、ゴリ押し、要するに、うまく雨が降ってて、ダメージをね、入れる術が何かあれば、結構さ、最序盤にテイムできちゃう生物、じゃないですかね。もちろんね、やり方が分かってるって前提の話なんだけどね。プロセスっていうかね、工程はいろいろあるんだけど、でもやってること自体はさ、もしかしたら単純なのかも。ってちょっと思えてきちゃった。さあ、じゃあ、そんなね、なんかベラ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 喋ってますけど、お前本当にやれるのかと。ですよね、そうですよね。これ2回目ちゃんとやれて初めて、それが言えるよね。ということで、ちょっとやってみたいと思います。今雨降ってるしね。じゃあ、また例によって、ここ亀いっぱいいるから、ここでポイポイして、で、まあ最初突っ走るよね。これさ、これダメージを入れてすぐの時にこれ乗れない。このひるんでる。あー、ダメだ。このひるみがね、解除になっちゃう。これだけだね。これだけが、ちょっと、タイミングがシビアかも。だから、こうぶん殴って、あ、来た。よしよし、来た。すぐだね。すぐ乗らないとダメだ。なんで、亀さんいるよね。で、これ左クリックね。ちょっとシャバゾウ君ごめん、そこにいて。今左クリックしてる。で、溜まってくるね。で、コントロール右クリックで吸い取る。ちょっとシャバゾウ君、シャバゾウ君、そこ行って、そこ行ってね。で、こうして、コントロール右クリックで吸い取る。あ、あのね、なんかね、右側の緑の四角のやつが満タンじゃん、あの、緑の時にやれるわ。あ、できた。で、コントロールの、はーい。できました。やった。合ってるわ。画面の真ん中にさ、二つ四角があるんだけど、あの、右側のやつが緑になった時に、その吸い取るっていうのができる。じゃない？
今さ赤いままだね。ちょっと試しにこれやってみるか。今さ真ん中のその真ん中のゲージがビューって今どんどん減ってるんだけど、これがフレームリープってなってる。何をやってるんだろう。今右クリックしてる。お、すごいすごいすごい、ひもじかけるんだけど。あ、これ PV で見たわ。で、あー、OK。よしよしよし。まあ、この子はレベルが低いからあんまり強くなかった。あ、今さ、青くなってるから、これできるんかな？ちょっとやってみる？こうやって。あ、緑になったね。あー、クールタイムが結構長いんだ。テームしてるときはさ、すぐやれたんだけど、これ通常の時って、この吸い取る攻撃ってそんなに頻繁にはできないってことか。これ今できるね。あ、吸い取った。やめろ。やめろ。で、吸い取ると体力回復するってことか。え、めちゃくちゃ強いじゃん、これ。洞窟の中とかさ、体力回復して無限に戦えるってことじゃない？やった。ああ、これ黄色もかっこいいね。さっきのやつ何だった黄色。まあいいや。よし。やった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 。ね、またこの子メスですね。よし。まあ2回うまくいったからさ、もう大丈夫でしょう。もうね、理解したと言ってもいいんじゃないでしょうか。はい。ということで、暗くな、雨上がっちゃったな、また。暗くなってきたから探しやすくなると思うんで、ちょっとさ、レベルの高い子とかも見ていきますか。まあね、とはいえ今からじゃあ150見つけるまでどうのこうのとかそういう、まあそこまでのガッツはないので、っていうかもうなんなら130捕まえてるしね。あ、いたいたいた。55か。まあこういうのはもうスルーでいいや。あとはなんか色が違うやつとか、なるべく高レベル、もしくは、って感じでいきましょうかね。あ、いた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 。いいね。これ、この作戦いいんじゃない？これ、リニオです。運ぶ作戦。なんか、手間何にもかかんないし。おい !145! 来たー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 、ただし、ただし、絶賛お取り込み中ですね、皆さん。ちょっと待って待って、ゆうか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 、はい、いた。はい、助けまーす。145。あー、でもね、この子は、近接は20しかないか。ヘルスだね。HP31 ある。よし。いいっすね。ブリーディングも多分できるよね、きっとね。じゃあ、この3人ともメスっていうね、今のところ。この子でやってみましょうか。で、今ね、雨がもう上がってしまったので、通常通りね、海の中に入れてっていう作戦ですね。145来た。まあ、あとあれですね。今自分はね、リニオでやってるんだけど、まあ、リニオがね、まだないよとかね、持ち込めないっていう環境の人は、ちょっとこのやり方できないんでね。うん。なので、まあ、イカダで、ここへ運んでくるっていう風になるんじゃないかな。この島に来てやった方が間違いなく安定するよね。これだけはね、確かだと思う。まあ、向こうでもね、慣れたら向こうでも多分やれるかもしれないけどね。体力をさ、最初に半分削りますよね。その都合上さ、あっちの肉食系のやつだとさ、そのままやられちゃうっていうこともあるからなーって話。じゃあ、行きますよ。ここでまず解き放って、解き放つ。で、これを、ダメージを、ちょっと待って、これでね、こっからだな。ここだけうまくいってないんだよ、さっきからな。この辺りに誘い込んで、これでいいか。まずワンパン入れたよね。で、こっち来るか？あ、来た来た来た。で、海に入ってくれれば、火が消えるんだけど、これあまりダメージを入れすぎないように気をつける。あえてちょっとだけ外して、前段当てないようにね。あ。あらら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 。血気盛んなタイプ？ちょっと慎重に行くよ、ここは。レベル高いから。あ、来たね、来たね、来たね。入ったね。シュート入った。よし。で、そしたら、これ降りて、で、OK。よし、完璧。で、行きますよ。早く早く早く。あ、やべえ。カメさんが、カメさん、ちょっと遠い。カメさん、遠い。待って待って待って。だだ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 、タイムアップ、タイムアップ、タイムアップ。15秒、14秒、13秒、12秒、11秒。あ、ダメだ。これやめよう。
これさ、多分効果下がっちゃうからさ。あー、9、どんどん下がってるわ。これ降りた方がいいのか。多分そういうことかな。なんか今さ、赤、メーターがさ、赤くなってからさ、メーターが赤く、あ、やば。なってからさ、ちょっとやめて、君。テーム効果が落ち始めたね。やべ、攻撃力強すぎる、君。裸になっちゃった。裸の付き合いになっちゃった。テーム効果が下がってたね。今ね、96.5 になっちゃったわ。ですね。ちょっとこれ待つか。一旦、ほとぼり冷ますか。まあいいや。つまりは、カウントダウンの赤メーターになる前に、やらなきゃいけないね。で、赤メーターになったら、効果下がってたんで、そしたら降りた方がいいってことなんだ。ちょっと待とう。待て待て待て、これさ、ダメだ。ここの浜をもう全部食い散らかされちゃうから。ダメだ、これ。これさ、この中に閉じ込めておこうよ。いや、違うな。そうだ。今さらに思っちゃったんだけどさ、これここじゃなくてさ、なんならこれ水に浸かってるところに閉じ込めておいたら、あれじゃない？ダメージも入れやすくなるって話じゃない？ちょっと待って、今ふと思ったけど。行くかな？ちょっとそれやってみよう。こういうさ、水に浸かってるところで、これ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 、ここにさ、これ、この足湯状態でもさっき火確か消えてたと思うから、これどうかな？よし、できた。これがもしうまくいくんだったら、もうさ、今度からあそこにどん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 運び込んで入れればよくない？オッケーオッケー、やっていこう。じゃあ、やってみますね。あ。ライディングクールダウンがあと40秒とかなってるから、いいや。あー、オッケー。じゃあ、この中にシュートして、待てよ。暗くて分かりづらいな。この辺りかな。は。熱々熱々。あ、消えた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 。ちょっと今燃えてるけど。消えてるわ。足湯作戦成功。わかる？ほら、消えてるよ。え？完璧じゃないか？これで、この状態にし、だからさ、向こうから連れてきて、まずここに入れればいいんだ。最初にまずパッて。で、こうして、で、次はどうするかな。こうして、で、仮にここからダメージをバンバン入れるとするでしょ？あ、怖い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 。ダメージをバンバン入れるとして、で、ダメージを入れた後にすぐ乗るんだけど、乗った後、あ、ここから出るのは、ジャンプで出れるかな。それが、あれだかな。ライディングクールタイムも終わってるよね。よし。じゃあ、作戦としては、これで、いきますね。これで、まあ、これで攻撃ができるよね。で、乗るよね。乗れ。おい、ちょっと待って。ああ、もう、乗れなかった。ちょっと待とう。しばらく待ったらなんか、良さそうだから。ただこれ、ここでポンショー打つと、怖っ、めっちゃ怖いね。ポンショー一発、全弾当てちゃダメ。これぐらい。むずいむずいむずい。もっとさ、威力の弱い武器持ってこないといけない。違うな。これぐらい？違うな。これぐらい？受け。どう？あれ、ダメだな。ひるんでくれないと乗れないから。やめろ。まあ、これ、ピッケルで殴るか。やべえ、ここちょっと足元弱かったな。土台をもう一個置いて、自分のアクセスが悪い。こうするか。OK、これでいいかな。体力が半分にはなってる、日曜。あ、これでいいね。あ、どう？あれ？ダメだな。
もしかして箱の中安定しない？ひょっとしたら。その可能性もある。あ、これいいね。今の甲冑めっちゃいい。この形いい、この形いい。あ、来た。乗れるね。で、あ、出れるわ。よしよし、これでいい。これでいい、これでいい、これでいい。完璧、完璧、完璧。で、いた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 。よし、あの箱でいいや。あの箱に決まりだもん。これ、完璧な箱だ。うん。あ、いいね。トリケラもこれ強いから。よしよしよし。見えた。自分なりの形が。あの箱に入れて、で、足湯状態で、来るよ。来るよ。もう来るよ。来た。はい、来た。145。まあ、ボーナスね、ちょっと満額乗らなかったんだけど、いいね。うん。そう。あそこに入れてさ、足湯状態で、消化して、で、ダメージ入れて、すぐ乗って、で、乗った後にさ、あそこからジャンプで出れるから、完璧だ。やった。これだ。このスタイルでいこう。はい。ということで、214だから、まあ、満額乗ってないよね。でもね、いいっすね。金銭38。お、めっちゃ伸びてくれた。やった。オッケー。今度は青い子ですね。あー、でもね、残念ながらこれ3体とも全てメスなんだよな。オスがいない、オスが。やば、これ味しめたよ。これだよ、これこれこれ。これが正解だった。うん、ここに入れて、っていう話じゃない。ただ前提として、もうちょっと待って、ここ借り尽くしちゃってさ、いなくなってきた問題もあるから、なんなら、じゃあ、そうだよ。発想を逆にしようよ。あそこの、ところに、これ、トリケラとかカメとか連れてけばいいんじゃない？こう、例えばさ、こういうこと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 。エネルギー源を調達すればいいんじゃん。もっと言っちゃったらさ、じゃあさ、こういう子たちも箱の中に入れちゃうのありなのかもしれないね。言うなればね。まあそんな感じでさ、あ、どうやったらどうなるかなみたいなのね、いろいろね、考えて試すのが面白いんでね。よし、こうしとこうか。とりあえずね、ここに。あ、カメさんもいるわ。カメさんもじゃあ、念のため、バックアップ要員でここら辺にいてもらって。オッケー。ちょっとさ、もう一回だけやろうよ。いやー、いないかな、偶然、オスの150とか。お、いましたね。またメスかー、140。でも行くか。もう、メスしかいないもんだよ。どうにかしたい。本当に高レベル探しに行くといつもメスなんだよな。何なんだろう、これ。ただね、この子はね、重量ですね。まあ、いいか。捕まえよう。ほら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 、暴れるな。やめなさい、やめなさい。よし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 。はあ、全く。あのね、なんか、リニューで掴んでても、周りにね、何かいたときに、それで反応したらね、火をボーンってやっちゃって食らうっていう感じですね。うん。よし。オッケー。では、あ、ちょっと待ってください。ここにいた、ポイント君たちがみんないなくなってしまった。ちょっともう一回呼ぼう。では、まあ、これ最後にしましょうかね、じゃあね。じゃあ行きますよ。140。今度はテーム効果マックスで行きたいですね。なるべく近くでやって。来た。持った。ジャンプの。はい。で、攻撃。いいよ。で、パンパン当てていく。当てていく、当てていく、当てていく、当てていくからの。当たってない、当たってない、当たってない。あ、まずいかも。あ、これ炎もまとってないとダメなんだ。そういうことか。なるほどね。そういうことだ。炎をまとってからじゃないと、炎吸収のやつができないってことだ。やべ、また効果落ちちゃったわ。99%。これ一回消化してる状態だとさ、ダメってことか。そうだね。よかった、最後それに気づけて。炎をまとった状態で、その相手のところに行ってどうのっていう動きをしなきゃいけないってことだね。
だから、起乗して一旦水から上がって、ちゃんとね、水の上から上がって炎をまとってから、それからってことだな。さっきここでさ、慌てて亀にやった時にさ、水の中でやってたから、だからさ、ダメだったんだね。うん、そういうことだ。よし、クールタイム多分もう上がってるんで、まあ、やっちゃおうかな。まあ、99% だけど。体力今もうマックスだよね。じゃあ行きますね、もう一回ね。これでだ、ボーンって打って、なった。あ、やべ、まだ1分あるわ。ごめんなさい。あと1分だった。さあ、パイちゃん。あれ、パイちゃんのうんこ光ってんだけど、これなんか。なんだこれ。乗れないなぁ。またなんか引っかかってる系か。やべやべ、カメちゃん、カメ、カメさん、カメさん、カメさん、ガッツありすぎ。カメさんごめん、カメさんちょっとちょっかいかけるのやめてくれないかな。よし、これでしばらくおとなしくしてもらって、さあ、じゃあまたね、行きますよ。ヒルミが入る。いや、入らないな。素手はダメとか。そんなことある？ピッケル？ダメだね。なんかさ、シャドウメインの時もさ、よくわからない挙動してたんだよな、そういえば。よし、一応1分ぐらい待ってみた。体力はまだ全然低いままですが、これで殴って。ダメだな。あ、来た。よくわかんないな、これ。なんかさ、ある程度ダメージを入れないとダメみたいな気もする。まあいいや、行こう。で、今、炎をまとってる状態だから、これが使えるよね。で、回復しながら、殴りかけて、ゲージを貯めて、コントロール右クリックで吸い取る。OK。で、また行きましょうか。これで、コントロール右クリック。はい。タイマーはさ、吸い取った時にリセットされてんのかな。30秒吸い取る。あ、そうだね。はい、あとちょっと、これでいいかな。はい、来ました。だね。まあやっぱ安定しない場所はあれか、その騎乗するところが実は安定しないのかもしれないな。これ4体やった結果、あのね、今のこの4体目の子で分かったのは、体力半分に削れて騎乗うまくできなかった時ね、多分ね、30秒ぐらいかな、1分か30秒か1分ぐらいちょっと待って、で、ね、素手でも何でもいいんだけど、ある程度のね、ダメージ、その、1ダメージとかそういう話じゃなくて、ある程度なんか、ね、ダメージをね、入れないと乗れなかったな。最後の時そうなんだよね。今そこでさ、ダメージパン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 って入れたら、騎乗のマーク出たから、ですかね。まあ、なのでね、これ、この箱型の、これ、大丈夫そう。うん。この足湯パターンね。これはいいわ。で、ジャンプで出れるし、で、とにかく炎をまとったら、あテームのね、そうそう、テームのさ、工程に進めるっていう風ですね。はい。ということで、もう低温ポットもね、これでなくなっちゃったんで、これもう、ここまでにしましょうかね。よし、ここね、パイロメイン用の、トラップをね、ある意味トラップだよね。っていう風にしたんで、ちょっとここにね、ピンを打っておきました。こうすればさ、向こうに今後またね、まあ裏でも、ちょっと多分やると思うんですけど、向こうでパイロ捕まえて、あ、いたいたいた、またいたわ。あ、さっきのやつか？あ、そうだね、レベル15だね。捕まえて、で、このトラップのところに来て、この足湯トラップね、ここに、リニオで運んできてさ、ここに入れて、っていう風で行きましょう。これめっちゃいいわ。うん。よし。じゃあ、一旦拠点に戻りたいと思います。
はい、というわけでございまして、今回はね、この新生物とはいえね、有料なんですけどもね、はい、課金生物初めてかな、こういうね、単体だけで課金っていうのはね、のね、パイロメインを、手探りでね、ちょっとテイムをしてみたんですけども、まあなんとなくね、流れはつかめたので、ちょっとね、次からはね、もうバンバンやれるんじゃないかなと。まあとはいえね、今回練習も兼ねてこんな感じで4体もね、テームできました。実際問題1時間半ぐらいでね、これなので、まあ慣れればね、もっとね、本当に手際よくね、パッパッとね、テームできるんじゃないかなと思います。で、今後ろに見えてる子たちは全てメスなのでね、はい、ちょっとオスをね、捕まえに行きたいなということと、あとですね、そうだね、このパイロメインたちのその性能っていうかね、その特徴みたいなことはちょっと今回ね、あまり触れられなかったので、それはまたね、次回以降ね、時間をとってゆっくり見ていきたいなと思います。見た目はね、とにかくインパクトすごいよね。はい、ちょっと服もね、全部壊れちゃったんで、またね、修理したいと思います。はーい、おお、なんかすごい髪の毛の色が光でめっちゃかっこよくなってるあー、めっちゃかっこよくなってる。うのぬろぬろ、これすごいね。はい、というわけでございましてね、今回ここまでとなります。それではね、また次の動画でお会いしましょう。